部手作りで提供しております。うちは手打ちうどん屋さんです。はい、で私の売ってる手打ちうどんと自家製のおつゆ、おだし、かえしと天ぷらをメインに営業しております。かつおが2種類と、あとはサバですねの、まあ、一応特級品と言われる、まあ、一番いいものを厳選して、はい、購入して使っております。それを調合しておつゆを作って、毎朝お出汁取って、はい、返しと合わせて、はい、でおつゆにして、大体まあ約一晩寝かすようにして次の日に使うっていうようなルーティンを、はい、でうどんは水回しから小麦粉に塩水を混ぜて生地を作るんですけど、そこから全て全部手作りで、はい、全部手作業でやっております。足踏み、伸ばしで切るっていう形で、はい、全部手作りで営業しております。材料は当店、私の修行先が川島町の本店宇宙丼庄司っていうところで修行してきましたので、まあ、そこで修行したものしか使うことができない小麦粉と、あと私の好みでブレンドした違う埼玉県産の小麦を混ぜてうちのうどんにしております。さぬきうどんとかだと真っ白なんですけど、うちのは埼玉県の地粉を使ってるんで、こういう、まあ、茶色っぽいような色になりますね。おすすめ、一番人気はもうダントツで肉汁うどんが人気なので一番おすすめをしております。はい、特に初めて来たお客様には肉汁うどんをまず召し上がっていただいた方がいいと思ってるので、そちらを食べていただければいいかなと思います。まあ、おつゆとうどんのバランスを一番重視しているので、ご飯と味噌汁、皆さん常に大体の方は毎日召し上がられると思うんですけど、そういうイメージで私はうどんと肉汁のおつゆを作っているので、だどっちかがこう勝ってもバランス悪くなっちゃうし、だ両方一緒に食べた時にやっぱ100点になるようなイメージで作っているところがこだわりですかね。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。野菜天然大丈夫、これ出してからのがいい。肉増し、肉増し、中盛り。はい、お待たせしました。肉汁の中盛り、肉増しです。ごゆっくりどうぞ。どうぞ。ごめんなさい、エアコン入ってるんで扉閉めてもらっていいですか。
鬼おろしうどんはあの肉汁うどんと違って冷たいおつゆになるんで、はい、ギリギリまで、冷蔵庫で、まあ、あのおつゆ冷やして、あと大根おろしも冷やしておいて提供する直前に出してお客様にお出しするっていう形にしてます。夏には特に鬼おろしは出ますね。冷たいおつゆだと一番人気のメニューかもしれませんね。田舎汁うどんですね。えのきとしめじと舞茸が少し入ります。とあと素揚げしたかぼちゃと、なすと豚バラ肉ですね。ですね、サラリーマン時代に毎週日曜日休みの日に通わせていただいて、で修行するっていうのを大体5ヶ月ぐらい続けまして、週1回やってて、でまあ今あの親方亡くなっちゃったんですけど、当時の親方がもうやるんなら最後まで面倒見てやるからやってみねえかって言われて、あじゃあよろしくお願いしますっていう形で本部修行に入って3ヶ月ぐらいですかね、3、4ヶ月してこのお店をオープンしました。サラリーマン時代はその当時はあのビルの管理の仕事をしてまして、まあ、不動産関係ですね、はい、会社が休みの日に川島まで行って修行して、でまた月曜日から普通にサラリーマンやって、そうですね。上がった。これを一気に締めます。場合はお皿も冷やしてます。冷たい水で締めてるのに、お皿が夏とかだと暖かくたりすると質が落ちるんで、はい、お皿まで冷やすようにしてます。あれは手打ちの、まあ、証というか、手打ちのうどんを作る時ってこ う, うどんの生地をこう伸ばしていった時に端っこの部分って、まあ、お客様には本来出さない部分の麺なんですけど、あそこ美味しくて、その端っこをこうパスって切った時にそれをこう上に乗っけて、まあ何人に1人だ、5人に1人ぐらいの割合で当たるんですけど、でそれをこうお客様に行くとわーって喜んでくれるんで。
必ず一人前のうどんを食べるようにしてます。毎日お客様と同じものを自分で食べて自分の舌で毎日確かめて、お出しする、それが私は一番大事にしているというか毎日の欠かさずやってることですね。はい。